というわけで LM 完成いたしました。というわけで私ツッチーパフォーマンスとこの車両を担当した浦和店の横山さんに LM 化の詳細をちょっと聞いてみたいと思います。今回これどういう経緯で LM にしようぜってなったんですか？パッと見ですパッと見てこれいいな、はい、でじゃあっていう感じ。お客様が LM を気に入られてそうですね、なんかパッと見て、はい、噂に聞いたところでよるとなんか1号車の方を見て、そうですね、これいいじゃんっていう風に。そうです、そうです、そんな感じです。なるほど。で2号車を、2号車です、はい、2号車って言うと言い方がよくないですね2台目の車両を作らせていただいたと、はい、じゃあ結構お客様的には割と軽い乗りで。軽い乗りですね。でもまあアルファードも乗ってられたんで、じゃあこれやるのに簡単にできんのみたいな。なるほど。全然金額が可愛くないですよね。まあ、うん百万です膨大な金額が変わってる、はい、ただその代わりも全然外観変わりましたね。全部変わります。もう全く別の車になったと、はいはい、なんでちょっとその辺を端から見ていきたいんですけど、
これもうどこが変わりましたかって言われたらもう全部変わりましたと言っても過言でない、はい、なんかもう全部交換なんですね。全部交換です。1個ずつ言うとボンネットで、バンパーでヘッドライトまでです、はい、でフェンダーはこれノーマルのままです。ノーマルなんですね、はい、なるほど。じゃあこの辺なんかもじゃあ微妙にアルファードだとここに大きいものがついてるんじゃん。そうですね、もう形もちょっと違うみたいな、違ったりとか、あとはもう何といってもこのスピンドルグリルですね。そうですね、 これもう全く印象違いますね。違いますね。でまたレクサスの他のモデルとこう共通性のあるデザインじゃないですか。一緒です。なんでこうより高級感というかちょっとスポーティーさもプラスされてる感じ で、ね、メッキ部分がやっぱり多いので通常のアルファードに比べると。でもちろんこの辺全部純正パーツを使ってのカスタマイズですね。全て純正、はい、で当然この L マークももちろん純正です。純正です。であとこのナンバーベース、これがあの LM 自体がアジア向けにしか、そうですね、中国か香港しか売ってないのでナンバープレートの形がどうしても横に長いやつになる。なんでちょっと日本のナンバープレートとこの辺だけサイズが合わない、はい、でこれがちょっとどうにもしようがないというか、どうにもしようがないです。詳しくこの辺ちょっと細かく見ていただけると分かるんですけど、はい、このベースとこれ一体なんですね。そうなんですよね。だ加工してなんかこうちょっとちっちゃくとかっていうのはできないんで、もうできないっていう、まあ、ちょっとこの辺だけは輸入車感というか海外から持ってきた感ありますけど、はい、こんな感じで非常にまとまりよく仕上がっております、はい、であとはヘッドライト、ヘッドライト、はい、これも全然印象変わりましたね。印象変わりますね。シーケンシャルのウインカー、あ、なるほど、流れるタイプ、はい、流れるタイプ、はい、でコーナーランプですね。その辺がついてたりとか、はい、やっぱりライト変わると見た目違いますね。全然違いますね。やっぱりもうかなりこう精悍な顔つきになったというか、はい、こんな感じの。そして細かい部分で言うとなんかこのセンサー、そうですね、前期は確か1個しか、1個ずつしかついてないんですけど、後期になると4つついてくるんですよね、 PDC が。で今生きてるのは左右だけです、はい、あとはダミーです。あ、これがもう埋めようがないというか、そうですね、もともと装着されてくるんで、はい、まあ、ダミーのものになって、ダミーになります。でその流れでいくとここも、そうですね、カメラも、JBL とかのパノラマカメラだったらそこにカメラがつくんですけ ど、パノラマがついてないお車は穴埋めになる。でオプション装着車両であればこれがそのまま使えちゃ う使えます。でこれも後期であればそのまま使えちゃう、そのまま使えます。で前期であればこうやって埋めておくことで、そうですね、はい、まあ、そんなに目立たず目立たず装着が可能ということです。あと僕ちょっと正直ポイントとしては一点気になったのはこのキノコミラーここちょっと気になっちゃったなっていう、あのパノラマカメラがついてればこのフェンダーのミラーはついてこないんですけど、どうしてもついてないとついてくる。なるほど。で外すこともできるので、外す場合はサイドカメラとフロントカメラをつければそのまま車検が通る。で保安基準的にここですよね、ここのこの辺の死角が見えないとダメなんですね。ダメです、はい、だからある程度こう車高が高い車 SUV とかミニバンとかは、そうですね、カメラでここが見えるか、もしくはこのミラーで見えるようになってると、はい、でこれを外すんであれば代わりに見えるようにしないといけないんで、ぜひ今後ちょっとあの僕ごときが言うのはなんですけど、ちょっとカメラ追加してちょっと撮りたいなっていう。そうですね、顔つきがもう LM だとないんですよね、このキノコミラー。 LM ないです、もう基本的にあのナビもいいやつなので。アルファードだとそんなにこう気にならないアイテムかもしれないですけど、はい、LM になっちゃうとこうよりこう気になっちゃうというか。そうですね、はい、ただまあ費用もかかりますし、はい、まあ、あとフェンダー埋めるってなってくると結構大工事なんで。そうですね、まあ、この辺は今後もし参考にする方いらっしゃいましたらそんなこともできますのでお気軽にお問い合わせください。というわけで前回りもじゃあごっそり交換ということで、はい、そして横に回っていきましょうか。横ホイールちょっとこれ最初の、そうですね、ノーマルの状態でも少し紹介しましたけどこれは仮履きのスタッドレスなんですね。そうですね。でこれお客様がなんか替えのホイールを持ってらっしゃるということで、はい、まあ、今後交換されるようで、はい、まあ、機会があったら別の機会にご紹介できたらいいかなと思っております。 で、なんか LM 純正のホイールもあるんですよね。あります、まあ、その辺なんかも純正履かせてもいいですし、はい、まあ、車外のインチアップしてもいいんじゃないかな、20インチ21インチとかはめてもらっても、はい、こんな感じになっております。であと横ここですかね、変わった部分というか。そうですね、エグゼクティブラウンジでついてるサイドステップをつければ LM と一緒です。なるほど、パーツが一緒なんですね、はい、パーツは一緒です、はい、ただここも結構メッキの範囲が広いんで。そうですね、横のこうゴージャス感というか、はい、
これつけるだけでも全然違うと思うんで、かなりアップします、ね。はい、であとこれもちょっとお預かりの時にちょっとお話ししたんですけど、ここがなんかメッキのモールの形が違うんですか。そうですね、ここがない、ついてるんですよね、エレメルの場合は。なるほど。ただこのドアパネルをちょっと加工しないとダメなので、もうそのあたりは今回はなしで。なるほど、はい、ドア交換とか大工事になっちゃいますからね。大工事になっちゃう、まあ、この辺ももしご希望の方がいらっしゃったら、はい、あんまりこうドア交換ってこう、そうですね、中古車的にもイメージ良くなくなっちゃうんで、はい、まあ、この辺はもしやるとすればできますけど。できます、まあ、あんまり一般的じゃないのかな。そうですね、はい、こんな感じのところのシルエットになります。そして後ろもそのまま行きましょうか。後ろも全然違いますね。正直パーツ単体で見たときはこう全体的なこの辺のシルエットとかあんまり変わらないんで、はい、そんなにこう見た目変わらないのかなと思ったんですよ、はい、ただこれ装着されると別の車じゃないですか。です、ね、テールがもう全部一本に繋がったんで、やっぱテール自体も大きく見えますし、ああまだついてない。今まだ磨いて完成間近でございました。失礼いたしました。まだエンブレムもちゃんと純正品を用意してあるので、まもなくこれが装着されるみたいです、はいはい、これじゃあ CG で入れといてください、はい、そしてリアのバンパーもこれ変更されてるってことで。そうですね、これごっそり交換ですよね。だからごっそり交換です。なるほど。これもちょっとメッキがサイドまで伸びるメッキと下側のメッキが入ったリフレクターのついたバンパーになってる、はい、そうですね。だからこれもマフラーが LM だと本当は見えない、見えないな、下向きになってるんですけど、今もともとついてたのがモデリスタのエアロだったので、はい、どうしてもちょっと今マフラーついてますけど、まあゆくゆくカットします。あ、カットするんですか。多分カットすると思います。はい、ただそのままつけても当たってないんですよね。そうですね、ちょっと加工をしてちょっと今下に下げてるっていう。あ、そういうことなんですね、はい、なるほど。じゃあもしノーマルのスタイルで仕上げるんだったらもちろんそのなしですけど、はい、これでちょっとマフラーちょこちょこっと見えるようにしたいなんていうんだったらできそうですね。じゃ あまあそうですね、それは大丈夫だと思います。なるほど。じゃあプラスアルファで加工でいろんなここから先のカスタマイズも楽しめそうです、ね。あと今回の車こうやってさらっと紹介してますけど、はい、結構大事件だったんです。大事件ってもうやっぱりいや知っててもちょっと配線がすごい複雑やったっていう。じゃあ大きなところでいくと前期後期でなんかこう、もう全然伝送がまるで別なんですか。はい、でどっちかっていうと後期の方が LM に近い。後期の方が LM に近い、はい、前期を要は LM にするってなるとかなり大工事、配線をすごくやり替えて、なるほど、光るところにちゃんと差し込むっていう。でそれを全部今回クリアしてできるようになってる、はい、ちょっとじゃあ点灯も見てみましょうか、はい、そうですね、はい、これが今ポジションランプですね。でブレーキで、ブレーキ意外にちっちゃいんですね。ウインカーつきますか。あー、ウインカーめっちゃかっこいいっすね。もうシーケンシャル、通常前期にはシーケンシャルないはずなんで、シーケンシャルを追加できるっていう。なるほど、はい、これかなり目立ち度も高いですね。そうですね、通常アルファードだったら多分このぐらいの距離だったと思うんですよね。まあ、範囲もすごく広くなって。そうですね。あととにかくテールランプがつながったのが、はい、もう全く別の車に見える。これだけでも全然違うっていう。ちょっとこれ夜見たらこうちょっとニヤッとしちゃう感じですね。なのでパッと見あれこれ何の車だっていう感じには見えるんじゃないかなとは思いますね。まあ、そのぐらいリアビューもかなり変わってるみたいです。いやすごいのできましたね。あ、本当に。もうちょっとやっぱりアルファードでも一味違うアルファード。なるほど。もう人と違うのがいいという方とか、はい、あとは結構前期で結構価格がこなれてきた車なんかをベースに、そうですね、まあ、LM 作ったりしてもいいのか、はい、あと僕の個人的な要望としては他の色が見たいです。そうですね、はい、うち黒しか作ってないから結構 LM にない色とか作ったら面白そうじゃないですか、はい、そうですね、はい、なんでそんなお問い合わせもぜひ、はい、ボンドショップ横山さんまでお問い合わせください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。